アビエーションディスカバリーセンターは、香港国際空港第2ターミナル内にある飛行機に関する博物館である。第2ターミナルが完成した2007年3月9日に、ターミナルと同時に開館した。2019年10月、第2ターミナル工事のため閉館した。フライトシミュレータや、数多くの飛行機の模型が展示されており、 飛行機の歴史に関する展示、ジェットエンジンの構造を学習することができるコーナーも設置されている。香港国際空港が完成するまで運用されていた、京都空港の当時の様子を再現した模型や写真も数多く展示されている。また、屋上には展望デッキも設置されており、香港国際空港を離着陸する飛行機の様子を間近で見ることができる。また、館内には、 プレイステーション3やプレイステーションポータブルを無料で体験プレイできるコーナーも設置されている。開館時間は午前11時から午後10時まで。展示施設を見る場合は入場無料。フライトシミュレータや展望デッキを見学する場合、ベッド料金が必要。フライトシミュレータは30本コンドル。展望デッキは大人15本コンドル、シニア10本コンドル、子供。 学生7.5本コンドル、ありがとうございます。